真田防洋線の廃線と同時に廃駅となった。真田防洋線は、上田交通の前身の上田温泉電気軌道によって、北東線として開業したが、構想の段階では、元原駅から蕎麦洋駅へ向かう、東路線は、長野電鉄加藤線の松代駅に接続する計画であり、こちらが本線として予定されていた。しかし、蕎麦洋駅から、 先がトンネル工事という点で問題があったため断念、真田駅へ向かう線が本線となり、道路線は支線に格下げとなった。その防用線の最初の駅が東駅である。元原駅から左側の線路を進み、上川第二鉄橋を渡って、上川の支流の瀬場川沿いに進み、線香温泉の入り口道路を交差したところに一致していた。東駅は、 小さ型郡真田町大技横尾にあったためこの駅名となったが、真田町となる以前は小さ型郡町村に属しており、元原蕎麦洋館では唯一の長村村駅域の駅であった。最初は駅舎を持つ駅員配置駅として開業されたが、上田マリコ電鉄になってから駅員無配置駅となった。駅の廃止後は上田交通常電バスのバス停留所となった。停留所は、 長野県道35号線が、真田町道の位置にあった頃は、駅跡近くに設置されたが、荒いバイパスが完成すると、上川の橋近くに移転している。先行温泉上田交通の前身の一つ、上田温泉電気軌道の社名の由来が、別所温泉、くつかけ温泉、田沢川温泉の上田、小さ型川西地区三大温泉橋にあるのは、有名だが、稲田棒養線の沿線にも、 温泉地が控えている。横尾駅の近くには古くから人として有名な線香温泉があり、真田駅周辺には角間温泉、渋沢温泉がある。ありがとうございます。